Not all media types enjoy equal protection. 全てのメディアが等しく保護されることを享受しているわけではない。だから保護されないものもある。Copyright law covers creative expression, not ideas or information. コピーライトは創造的なエクスプレッションをカバーするが、アイデアとかインフォメーション、情報はカバーしない。コンピューターコール、for example, is only 心理 protected. コンピューターコード、例えばコンピューターコードは、心理、薄く守られる。でしかいない。守られない。Since it's mostly functional rather than expressive. expressive と表現するというよりも、機能的、ファンクショナル。多くはほとんど機能的だから、守らない。Says Matthew Sugg of Emory University in Atlanta. Atlanta, Emory 大学の Matthew Sugg が言っている。A group of programmers aim to test this in court, claiming that Microsoft's GitHub Copilot and OpenAI's Codex computer infringed their copyright by training on their work. プログラマーのグループが、このことをテストプログラマーズテストすることを目的とした裁判所で、どういうことかというと、クレーミングザッというかのことを主張した。マイクロソフトの GitHub コーパイロットと OpenAI の Codex コンピューターは、彼らの作品においてトレーニングすることによって彼らの著作権を侵害した。だからこの GitHub とか、ね、コーパイロットとか Codex コンピューターがね、彼らのコーディングをね、トレーニングして使ったということをその裁判所に訴えたわけですね。で、ニュース can likewise be tricky to protect。ニュースも、likewise同様に守るために扱い、トリッキー、扱いにくい。The information within a scoop cannot itself be copyrighted。スクープ の中の情報はそれ自身コピーライト、著作権とはならない。スクープね、スクープ、記事のスクープは著作権にはならない。ニュースペーパーインアメリカは not covered by copyright at all until 1909 notes a Jeff Jarvis, a journalist and author。アメリカにおける新聞紙は1909年まで全くコピーライトを著作権がカバーされてなかった。これよくわかんないけど、次読むとわかるけど、ジェフ・ジャービスが言うにはノーという記してるには Before then, many employed Caesar's editor to literally cut and paste from rival titles. それ以前は多くの新聞社は、メインに多くの新聞社は、ライバルのタイトルをタイトルからライバルのタイトルからカット&ペーストを、文字通りカット&ペーストするためのシザーデジタ、ハサミの編集者を雇っていた。だから記事を切り取っていたかな。